ってきます。よう。おはよう。こいつが夕べオナニーし合ってた幼馴染の相田寮なんだけど、本当に鈍感というかなんというか。あ、どうした？目の前にオナニーし合ってた相手がいるってのに気づきもしないで、つか顔もわからない、どこの誰とも知らない女と毎晩オナニーし合ってるのよね、こいつってば。なんなんだよ。別に。だからなんなんだよ。であるからして、電流が受ける力の向きを判断するには、あいつ今日体育なんだ。最近寮を見てるとなぜかイライラする。寮とは幼い頃、家が隣同士ということもあってよく遊んだけど、それも中学生になるまで。そっからはなんとなく疎遠になっていった。ネットで寮を見つけたのは偶然だった。いつも使っているビデオチャットでたまたま名前を見つけて、最初は同姓同名かと思ったんだけど、馬鹿正直に本人の写真とプロフィールを使っていたというわけ。チャット始めても私だと気づかないのがおかしくて、他人のふりをしてるうちに私にはちょっとしたいたずら心が芽生えてきた。そういえばさ、ネットセックスって知ってる？何してんだろう私。大体なんで寮なんかと。別に寮のことなんか何とも思ってないのに、人の気も知らないで。あ、なんだってのよ一体。なんで私が寮のことなんかでこんなにイライラしなきゃなんないのよ。ああもう考えるのやめやめ。気持ちいいからやってるだけ。ただいま。いい、買っちゃった。あいつもこういうの好きだって言ってたしね。いかんいかん、また変なこと考えそうになってた。危ない危ない。わ、いるいる。さーてどんな反応するかな。ハロー。こんばんは。で、どうしたのその格好。それじゃあ早速。あ、今日はさ。どうしたの？実はさ、近所に幼なじみの女の子が住んでるんだけど。へえ。最近妙に風当たりが冷たいっていうか、具体的に言うとなんか避けられてるみたいなんだよね。へえ、そうなんだ。うん、ちょっと前まではこんなことなかったと思うんだけど。それでさ、女の子ってさ、その子のこと好きなの？なんとも思ってなんか。ねえ、ちょっと窓開けてみて。え？窓開けてみてよ。どうして？いいから。月も綺麗だよ。つっても俺の部屋の窓を開けても月なんか。開けたけど。アスカ？なんで？そっち。そっち行ってもいい？私もね、寮のこと好きなんだと思う。
だって寮のこと考えるとね、寮の恥ずかしいこといろいろ知ってるんだからね。あの日以来寮とのビデオチャットは今も続いているけれど、よっと、あ、寮もログインしてるのね。ただいま。あ、おかえり。帰ってきてすぐネットとか他にやることないの？お前だって人のこと言えないだろ。まあね。だって PC の前に座ると、今日もそっち行ってもいい？ああ。今ではエッチの合図になっている。なあミオ、俺さ医学部に行こうと思ってるんだ。そうなんだ。優秀だもんね、タクヤは。じゃあお家を継ぐんだね。なあ、ナース？タクヤ、タクヤ、大丈夫？タクヤ。うん。あ、そっか。俺階段から落ちたんだっけ。俺、白沢タクヤは医学部を無事卒業し、天城大学病院の研修医として勤務することとなった。こら待てー、わーい。あの悪ガキ。タクヤ。誰？誰って私だよ。赤木美代、小学校から高校まで一緒だった幼なじみ。この病院の看護師になっていた。ミオ。思い出すの遅い。こっちはすぐ分かったのに。へいへい。こら、ダメでしょ、こんなことしたら。へへん、彼氏の前だからって照れちゃって。彼氏って。あ、危ない。何を考えてるんだ、ミオ。だって利き腕骨折しちゃってるんだし、左足だって私をかばって大怪我させちゃったんだもん。それとも私に食べさせられるの？いや、いやってことはないけど。私にできることは何でもしたいの。看護師長にも許可取ってあるしね。でもな。お願い、タクヤ。じゃあ。やった。美味しかった？まあ、病院の食事って味がした。ここ病院だもん。他に何かしてほしいことない？まあ、じゃあ申し訳ないんだけど、お手洗いに連れてってくれないか？あ、そっか。もしかしてまだ一度も行ってなかった？この状況だと一人じゃ行けなくて。まだ歩かない方がいいんじゃないかな。あ、ごめん、もしかして大きい方だった？いや、小だが。ミオのやつ一体何なんだ。まさか他の患者にも同じこと。タクヤ。ミオ、何か困ってることない？何言ってんだよミオ。どういうことか分かって言ってんのか？うん、私ね、タクヤのことが好き。タクヤは私のこと嫌い？You're not into it. I'm not into it. I already know the game and I've been through it. See, all the women try to get into it. Even though they know I really ain't into it. You're not into it. I'm not into it. I'm not into it.